メンバーシップのなんか今日ギフトがとんでもないことになってんだけど大丈夫そう？今日ギフトもらった方、メンバー限定の壁紙とかも配布してますんで、よかったらどうぞダウンロードしてください。メンバー歴50ヶ月、50ヶ月やばい、ガチでお父さんやん。もうトアの活動広報腕組みお父さんで見て守ってるパパだよ。50ヶ月って何？50だと何なん？50割れ12、4年と1ヶ月ってこと？とんでもねえな。ありがとう。もしやおじいちゃん、祖父かもしれない。4年、やばすぎる。もうなんか多分もう達してそう、いろいろ。もう4年もトアに付き合ってるってこと自体が多分いろいろなんか達してそうだわ。もうわら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 、おじいちゃんいっぱい来た。おじいちゃん来たおじいちゃんいっぱい来た。おじいちゃん、おじいちゃんやめてねいや、ありがとう。親心のように見守ってて、トアが頑張ることに泣いてるんじゃないトア様一人前の悪魔になろうと頑張ってるんだね。授業参観、おいやめろ。若葉だよ、まだ若葉。40超えてたらもうおじいちゃんね。で30ぐらいもパパなのよ。まだ1年行ってない人はまだまだにわかやん。そろそろ分かり始める。7ヶ月はもうあれやね。まだトアについて来れるか来れないか、そこまで行く。知らないトアがいっぱいいると思う。にわか。トア、知らないトアがまだいるから、楽しみにしてて。で、ついてくるかついてこないかは自分で考えていいけど、まだまだいっぱいいるから、いろんなトアちゃんが。みんな何でトアのこと好きになったん？歌、歌、マリカ、歌、エーペックス、おぉ、エラー、歌枠、オリ曲、スパイス一家、夢キャパープル、おお、今日メンバーいいね。マイクラで病んでたトア様、独特。FPS の大会、歌と努力家のとこ、ソロライブで落とされた、おお、夢キャは、マジかよ。エペで知って、おお、歌声ギャップ。なるほどね。やっぱり大会で痺れるんだ。でもトアさ、やっぱ他の子に比べるとその練習する時間も少ないし、上手くない方なんだけど、 APEX で好きになったって人がちょっと多いのは嬉しいよね。トワさんを見てると人生楽しくて、トワね、へこむ時にもあるし、でもへこんでも諦めないようにはしてる。やっぱ頑張ってる人見るとやる気出るじゃん。だからなんか自分も頑張ろうってなるんだよな。大丈夫大丈夫、誰でも眷属になれるから、あの迷惑かけない人ならね。SNS の発言と、あの人に迷惑をかけないという意識を持つ人だけ眷属になれます。以上、それだけです。あと人に優しく、以上、これがなれる資格ですね。140万人おめでとう、ありがとう。チューナーで枠立て教えてくれてありがとうね。チャットセンキュー、また遊びに行きましょう。またご飯行こう。